映ってるものがもちゃんこんばんは。沼田こんばんは。元気してる？すぐるちゃんこんばんは。今日はそうだ、お昼の配信のみくちゃんのやつ投げてくれてありがとう。ちょっとなんか全体配信だとさ、どこまでこうっていうのか分かんなくて気使っちゃうそう、さやちゃんをね待ってようと思ったんですけど、なんかログインにちょっと時間かかってるみたいで、ね、今やっちゃおうとも思って、あとまだね喉がですね完全ではないので、今日も短めで、あと今日もね龍角散を食べながら配信してきてた。もう本当にもう一生龍角散食べてる。今日もずっとずっとずっと食べてる。新しいのも買ってきた。龍角散ね普通の味がねまずいから、よくはないけど好きじゃないから、好きじゃない、苦いんかな、何なんだろうあの味は。発火みたいな、発火の強い版みたいな、ハーブ。私はちょっと喉が逆に気になったね。で、あれです、これが好き。ルエこんばんは。よかったよかった、もこもこ、こんばんは。僕休み、わかった、ちょっとずつ手でやってた気づくなと。みたん、やっほー、まさこんにちは。こんばんは。ちゅうたろこんばん、もっちゃんお疲れ、ありがとう。きさんこんばんは。声をかけした、ほんとびっくりした、今日昨日めっちゃ今答えでしっかり寝て、昨日もタオルの上にマフラーしてマスク二重で寝たり、あとずっとこれ飲んだけどすごいなんか味のやつとか、あとなんか喉を潤すためになんか即効性というよりは潤すために喉飴を飲むのが食べるのがいいらしくて。これあんまりなんかないお店もあるからめっちゃ募集してる今でも帰りお店で寄ったお店でこれ買ったんだけど、最後のこれ買ったっけ、これしかなかった人気なんだね鈴木さん、鈴木よいしょっと、やっほーもうヤッホーなんか絶対キーみたいな、だから、ね、昨日おとといマジ声調子悪くて、なんでかっていうとね会場のスモークにやられてガビガビだったの。すぐいい感じにはなったけどちょっと気を抜かずということで今日は短め配信します一応ね体調はね本当に元気なんだけど喉だけ、そう喉痛いもなんかちょっと今もご時世的にちょっとえって思うかもしれないんですけど本当にスモークにやられていただけという感じ。いつも一生平熱です。なんかさライブ会場に入る時とかリリベの時も毎回検温して入るんだけど、なんかさ検温のさ会場によってちょっとさ違うよねなんかさ顔をさ液晶に映してさ体温測るやつとかちょっと低めのレニーとか低め、みんな35度台とか低い子34度台とか、逆に30みんな36度台のピーの日もあるしね。平熱がね36度5分なので、ちょっと走った後とかちょっと高めの体温の系のやつ怖い、ドキドキしてたまに37度とかね、みんなもちょっとずつ高いみたいな、すっごいドキッとする。なんで調子良くなったかな、本当に良かったと思う。自分は青い龍角散の飴食べ、あれめちゃくちゃ味強くないし、この甘いのがいい、どこが好き。明日のバンザイジャパンはリリースイベントでございます。明日のバンザイジャパンはそのリリースイベントにいっぱいお仕事があって、しかもいろんなやつのお仕事があってその関係で
リリースイベントに出れる人数めちゃくちゃ少ない、9人とか8人とかめっちゃ少ないんですけど、よろしくお願いしますか、ね、楽しみ。それはそれで、いや、明日の得点回復決めないと。持ってなさそうな、持ってなさそうって思ったテーマだった気がする。なんだっけ、ファンキー、ファンキーな服、自分が持ってるお洋服の中で一番色濃い服は落合陽平さんのさ、つなぎなんだけどオレンジ、あれが一番色強い。ツタン、こんばんは、福くこんばんは、お大事ありがとう。こういうのはね、油断してね、キャーキャー言ってたらね、ぶり返すとか一番嫌だからね自分に厳しく生きようと思います。ヨウちゃん、ヤッホー、今日はちょっと言いたいことが言えてよかった。なんかいつも言えないとかじゃないけどちょっと踏み込めた気がして嬉しかった。ヨン、動かしないでちゃんと寝なさいよ。そうだよね、でもそうだそうだ、皆さん明日はね、波動がありますね。波動のね、おめもよろしくお願いします。明日はですね、マネジャパンカップというのに出るんですけど、いつも今までのね、試合の感じとはね、いろいろとね、感じが違いますね、うん、今日それ練習しに行って、ルールとか、ルールっていうか応援ルールって結構今までと異なるので、うん、ルールのね、もう一度、さっきね、マリアさんがね、ツイートすごい分かりやすくしてくれて、あれをね、もう一度ね、読んでもらえたらと思います。明日はね、今まではそのパラメータ、スピード、速さとか、スピードとか、あのエナジーボールの大きさとか、シールドとか、段数とかを、このみんながすごいストレートに言うと課金してくれて、その課金がポイントに変わって、その自分で選んで、こう、じゃあ私勝利とかは大きい方が当たりやすいから、あの大きさに振りますとか、自分でいただいたポイント分をこう自分でこう選んで当てはめる感じだったんだけど、明日のやつはその今までログインボーナスみたいなのもあったと思うんですけど、明日のから始まるリーグのやつは、その1試合1試合の前に100ポイントがもらえます。でそれはあのゲーム前に100ポイントもらって、なんか応援できる子を選んでくださいみたいな。がバンデリアパンの明日はカナカマリアを選んでトップしたら100ポイントもらえます。で、100ポイントを、その、例えばマリアの話をちょっとしてすぐにいくとすると、マリアのスピードか、マリアの大きさか、マリアのシールドか、マリアの段数かっていうのをこう出てきて、何にポイントあげますかみたいな感じなんで、自分で選べるんですよ。その応援してるみんなが自分でやります。今までは自分でパラメータ選んでたけど、みんなが選んでやる形になりまして、さっきねマリアがツイートしてた、マリアはなんだっけ、スピードだったかな、なんて覚えてない、確かで、スピードかな、いつもスピードラボになると、でカナちゃんがシールドを強化したいみたいなの でそのみんなの無料ポイント、その1試合につき100ポイントのやつを貯めて投げてもらうやつ、本当にそのみんなの無料の100ポイントのやつがそのパラメーターアップになるの でマジで、あの正直に言うと母数が大事です。チャージとスピードか、チャージスピードか、あのさっきマリアがそう後でツイートしようと思ってしてなかったその2人がこれに入れてほしいですっていうのを選んでツイートしたので、皆さんはそちらに。で、そう、そういうことです。で、じゃあ逆に今までそのパラメーターアップのために必要だった課金の分の皆さんの応援ポイント、課金のポイント、これさっきのは無料で配れるポイントでパラメーターが変わります。で、これからは課金のポイントの話で、課金のポイント、明日からのやつは、なんか今までとは違う、なんて言うんだろう、パワーアップアイテムみたいな。感じで、そのみんなの課金のポイントによって、その自分で装備する、これは自分で選んで装備する、アイテムを選んで装備できるんだけど、速さとかシールとかいろいろあって、結構すごいやつ、これも課金のポイントが多ければ多いほど、うん、すごい強くなるって感じ。
これ20万ポイントはちょっとさすがに今日メンバーとスタッフさん話して、いやいやってなったけど、一応言うと20万ポイントで、その4枚の木っていう、こう羽が4つあるじゃないですか、あの画面あの想像してもらって、あれを真ん中で打ったら4枚の木って技があるんだけど、あれをやると10点獲得できるとか、いつも1点がとかいろんなやつがあって、50秒間サイズが5レベルアップとか、これちょっと20万ポイントだからないと思うんですけど、そういうなんかなんて言うんだろう、これは装備って言うのかな、が課金ポイントではもらえます。これはメンバーが選べるって言って、なんでまあなんか正直これがなくても、課金ポイントがなくても、そのみんなに100ポイントずつあの配られるやつで、正直勝負しようと思えばできる感じなので、明日は本当にとりあえずその波動の時間になったら、みんなでマリアとカナに応援お願いしますそうなんだよね、本当に応援してくれる人の本当人数が多ければ多いほどパラメーターのアップにつながるってことということになってます。すっごい説明が下手なんですけれど、分かっていただけましたでしょうか。なんか説明下手だけど、何も聞いてないよりはいいかなと思ってちょっと言ってみました。これが4回続くんですよ。4回続いて、マリア、カナペア、ジュリア、アイリペア、レナ、メルペア、シオリアムペアと4組あるんですけど、その4組とも同じこの仕組みなので、明日は1回目でみんなでこうね勉強しながらやっていって、4回もあるからね、みんなで知っていけたらなと思います。夜更かしアクチェンス、ヤッホーヤッホー、体調大丈夫よ、体調はもともと大丈夫よ、ありがとうそうだとね、ちょっとやっぱさ声がちょっと出なくカサカサだったりするとさ、体調重いよね、しかも喉さカサカサの時咳とか出るからさ、ちょっと心配かけちゃう。たーちまたーちまたーちま、ケイスケヤッホー、龍角さんは自分は青やつ、え青やつ派、結構味強め、歯磨き粉を詰めたみたいな感じです。挨拶だけです。おやすみ、もう寝たかの、もしかしてほんと寝て許される？そう、スモークすごかったの、あの日本当に、結構私だけじゃなくてスモークと、うちの職場もオーミーが流行ってて、本当気をつけないとだよね、本当気をつけないと、気をつけなくね、名前だけ可愛いのにね、中身は全然可愛くないけど今日なの大丈夫そう、全然こんな一日で良くなるんだと思って本当に良かった。昨日も今日もね、ちょっとフォーメーションをあんまり、まあ、いっぱい歌わせていただいていますが、あのなんていうの、通常よりは減らしてもらって、今日は5曲中2曲歌がないやつにしていただきました。せっかく声が出る子が歌った方がいいしという考えなのでもちろんその大事なところをね任せてもらうのも本当に嬉しいけれど、完全じゃないメンバーがやるよ、だから私は今日は全力でタオルを振ったわどうも僕です、モッチこんばんは。私もちょっと咳で汗出したから、このご時世そうだよね、なんかちょっとさ、なんか電車の中でさこけってさ、なんかこうるさいたけし、やっほー。例えばさ、この前さ初見でさ来てくれた人が、この前さ初見で初めて来てくれた、一昨日かな、おとといのかな、横浜でおとといかのさラブ初めて来たあのチェキ来てくれた人がいたら、なんかショールームでなんかたまに見てます、なんかめっちゃやってますよねみたいに言われて、はい、やってますみたいな、なんか初めて見た時に星集めしてたんで、で星集めしてて、藤崎しおりさんなんかあのマルチアイドルが上に出てくるじゃん、で押したら足の裏を見せてて、気になってフォローしてくれたんだってちょうど開いた時にしおりが足の裏を向こう見せて、スクショしてって言ってて、なんだと思って、昨日ってルームフォローしてくれて、ツイッターフォローしてくれて、でこの前ライブでかぶったから見ました、ね、あなたのおかげ今いるかな、カタカナの人いるかな、ラピュタヤッハー、かわいかった今日、黒いモコモコ、 Hi I'm from Indonesia I like you
入り口の気温さ、え、マジそういう時あるよね、34度なんとか。アイドルちゃんもいろいろ大変そうね。トロピカってるかい。うーん、今はのだめ食べてる。明日歩けないジャパンの日だったの。少ないジャパン、あ、めっちゃ少ない。明日10人いない。みんな来てね。しょうちゃん今一番大事にしてることってなんだい。体調管理。まーさんやっほー。なる、大丈夫。本当、本当に自分が思った以上に回復力でびっくり、ね、いっぱい昨日もいっぱい大根おろしも食べたしね。うん、おろさんやっほー。シャチファヤン新ルール、そう、今回だけじゃなくて、この今回なんか私たちが今まで出たのは波動アイドルウォーズって、私たちが混んでるのはアイドルカップっていうリーグ戦なので、そのリーグ戦は普段のとは違うみたいな。うん、ちょっとね、説明が入ってるんですけど、マリアはチャージスピード、いや本当にね、今日ね、そのみんなで、ね、練習してたんだけど、マリア本当に上手くて、マリア上手いんだけど、カナが初めてだから、最初の時はもうほんとボロボロだったの。最初1試合目やってみますって時は、え、どうやって出すのってところからだから、でもなんか結構みんな何戦ずつ、8戦ぐらいずつしたのかな。でも2戦目ぐらいからはめちゃくちゃ、でもなんか YouTube とか、なんかうちらのやつとかちゃんとって言い方ある、あの見てたから、なんかちょっとわかるみたいな、要領はわかりますみたいな。見てる人がパラレルメーターも選ぶ。そうだから、そのこう事前にこうマリアとカナがこれにやってくださいって言ってくれてるやつにやる。 でまだ本当にそのやつを見たことがないんだけど、なんで皆さん明日は波動の時間になったら波動集合で、ワオライブというね、アプリをダウンロードお願いします。無料なので、とても分かりやすい、すっごい分かりやすいアプリとなっています。ツキタン、こんばんは。やっほー、ありがとう。さっき引用リツイートしてくれた、そう、みんな引用リツイートありがとうございました。今回のね、いっぱいイベントをやっていますが、全部頑張りたいと思うんです。ツイッターがねすごい埋まっちゃうと思うんですけど、お願いします。ミクチャに波動に、ライブに大変で、ライブは全然大変じゃないけど、ミクチャ波動もね、その毎日ってわけじゃなくて、やっぱりミクチャっていうか、今回のイベントすごい初めてやるやつだし、みくちゃんも初めてだから、今日一回配信した時いろんなことを知った。今日も可愛いわね。でいっぱいのアカウントでさ、リツイートと引用リツイート、ありがとう、ありがとう。みくちゃんもあるよね、明日ある、あるよ、あるよ、明日4回。いや、めっちゃわかりやすい説明、ほんと天才かな私。まことこんばんは。よっちこんばんは。歯磨き粉を詰めた味って新しい表現の仕方。今度そう思って食べてみて。明日は誰が出るの？波動はマリアとカナ。マリアカナ。チーム。マジうまい。今日ね、こう、22とかで試合の練習してて、ちょうどカナの前に、ジュリちゃんがいたので、ジュリちゃんのさ、くっそでかい、あの 7パラメーターまでこう上げ、自分で好きなの上げてやりますってやってて、くっそでかい、あの速い球全部避けて一点も失点なかったの。なのに、あの得点は取ってるんで、しかもそれ多分3回目ぐらいのゲーム。あとシールド貼るのもめっちゃうまい。でもマリアがもうめちゃくちゃ攻めるタイプで、カナガは攻め4、守り6って感じで、両方できるって感じ。ほんと楽しみでした。そう、なんかあと波動の意気込み動画もね、映らせていただいてるので、ぜひ見てください。つって特典会行けくこうなんて言っちゃう、盛大にごじったね。もう一回お願いします。足の裏新規とかやるんだね。何でもやってみる、すごいよね。なんか結構ショールームきっかけはあるんだ。なんかコメントしてなくても、なんかたまに見てますとか、なんかちょうど推しが終わった時に始めるとか、よくこれよく言われる。これめっちゃ言われる。やっぱ毎日配信してると上に出るから目に入りやすいんだろうね。嬉しいよね。それも星集めしてる人だったからさ、あ、この人またやるわみたいな、
配信してんかいみたいなね、うん、足の裏刺激初めてだった、初めてびっくり、うん、毎日かわいい、ありがとう。足の裏フェチに刺さったのか、ほら何かかるから、すごいよねフェチ、なんか足の裏が好きだから気になったとかじゃなくて、多分このその行動じゃない、うん、気になったみたいな。もしゃもしゃやっほー、新しいアバターだ、ジャパンじゃん、ジャパン。いや24日にリビー行くかもみたいな、待ってたのに。でももくもくなかったのね、次もくもく行ってたのね。まーちゃんやっほー、まさかの役に立ちまくりよ私、それで初めて出たもん。まーちゃんこんばんは、やっほー、はいよー、あれだって20時か21時だっけ、ちょっと忘れてしまう、なんだろうこれ、なんて言ってるんだろう、こんにちは韓国の方、こんにちは、藤崎しおり、イムニダ、アイチボヨ、大使ヤッホー、リベアジャイガジャの、あまりね、確定さっちゃんにじめだ、絶対に出るのはしおり、ジュリア、ササリマフミ、サーヤ、夕気どうだったかな、夜は言われてないんじゃなかった、予定が、あ、予定、あれ、うーん、何日中、あの人数のうち、でも一桁です、もじゃもじよさんだった、もじゃって言っちゃった、おちよくありがとう、得点いかないで帰ってきちゃった、いつ今日、あ、お洋服かわいい、ほんとこれあったかい、ともきいっぱい応援してくれてありがとう、ミックスチャンネル、太もも出してるとすぐ見入っちゃう、太もも好きなの、エクボかわいいですよね、ほんとですか、これはお母ちゃんからの遺伝です、ただっち、私はしおっち、これ運転中なの、これのダウン、明日リリーがあるよ、明日リリーがあるしかない、逆にね、ポジャの誕生日じゃん、誕生日から2ヶ月記念、足裏フェチってか塩打ちの足裏だから、確かにね、それはそうかもね、20時ありがとう、明日20時から波動です、100時ミックス、あっってことで、じゃあありがとう、大事、このミックスチャンネルで今バンダイジャパンはイベントに参加したのでぜひお願いします、うん、ミックスチャンネルのというアプリをインストールしていただいて配信のあれをお願いします、ちょっとショールームとの仕様が似ているところが、その他のルームさんも30秒見ると人が溜まっていくっていうシステムと、あとプロフィール、自分のプロフィールみたいなところになんか動画見てポイントをもらうってやつが1日に3回4回もらえます、あとツイッターにシェアが1日に最大2回できますので、よろしくお願いします、あとねギフトをする際はあのマックのポテトみたいな箱、宝箱みたいな、すごいあれがいいらしい、で数なのかな、数なったら安いやついっぱいになりたいのかな、なんちゃってって感じでお願いします、あとバンズジャパンの公式ツイッターの固定ツイートのツイートの名前もお願いします、マルタネマとレブビナガイド、そうまさかそっちでね、うちらも知らないシーンを見た、持ち物戦士で爆発してた、でもさ初めての PV でさあんなメインでさ歌い出しってすごいよね、ね、波動ね、さっき初めて見た、びっくりよ、
差し押しに当てるなら私が行かないわけ。そう、とりあえずそう思って伝えといたよーん。さっちゃんはいるから、明日は少ないからいっぱい出ると思う。よん、ミックスチャンネル、ミックスチャンネル。明日の特選会の副賞が多分、あ、フロダイナマイトの歌詞の中からなんだっけ、ファンキーなんか探さないと。しぶり、薄い色の服ばっかりだから、どうしようかな、ドーンみたいな色ないんだよね。太もも好き、太もも強め、ワクワク、太もも好きなのね。今日のコマ枠で落ちしてつな、あんた絶対好きだったよ、すっごい面白かったもん。なんかさ、バンダイジャパンの公式でさ、ログインしてたのだけど、どうなんかログその公式のやつでログインしてると、あの見れないの、その自分のルームのやつが。絶対コマさん見たすぎて、それレナちゃんのやつがブラウザで途中まで見てたんだけど、コマさんのやつブラウザ見て見たすぎて、一回ログアウトして個人のやつでもう一回貼り直してみた。おもろ、ラビタンお疲れ、ありがとう。そう、あのさ、前ラビタンがさ送ってくれたさ、写真全部さマリアに送って共有してたの、それをマリアがかなり共有したらしいよ。ありがとうね。渋谷から来た口はお疲れ。え、渋谷って今日の、あと相手がランビズと TA さん。そう、あんね、明日ランビズさん、チヨチポよ、こんにちは。星までもうちょっとって何欲しいって、マックポテト、マックみたいだなって初めて思った時、マックやんと思った。あとうんちで、うんちって言ったら怒られるからさ、ビッグスチャンネルではさ、キンクね、うん、結構難しかった。なんかね、コメント読もうとこうやって指でやってもすぐ流れちゃう、なんか勝手に自動で流れちゃうの、こうめっちゃ止めとっても勝手に最新のにこう戻っちゃう。私はこれが読みたいんだ、難しいコメントを読むのが。お、行こうから待ってるよ。この前リンゴ食べた、リンゴ昨日だった、昨日リンゴ食べた、リンゴなんかね、チョコレート味とね普通の味があったけどね、やっぱり普通の味がね一番好きよ。それを見ると物理学が思い出される、私の心を引きつけるどういうこと。ショーツもすぐ30分、本当だ、終わる、そんな長くやった。それさ、それで今日ログインし直したからさ、さっきさポイントタイムよと思ったらさ、まだもらえないよって出てきた。あんた今日ログインしたからもらえないよって、はい、すいませんと思った。やめてショールームの終わり5秒でばあさん、あ、ちょっと見た、ちょっと見えたの、よかった、どうどうありがとう。緑茶カテキン入りの飲み物がいい、あとね、あと大根よ、生のね、あれなんだっけ、ブリットちゃん、なんだっけ、ブリちゃんじゃね、ショッチが好きなものまでもう少しよ、こいどう、ゴンリーゴンリーゴンリーってなるよ、よし、ありがとう、ラブ。今日はハーフアップでした、終わり時間、バイバイ。明日はフルフルアップ、明日も明日リリースイベントのライブが終わって特典会中に波動が始まる。よかった、ライブともろかぶりじゃなくてさ、勝った。しかも波動って最初はさ説明じゃん、だから8時から始まるけどさ、ゲームはもうちょっとさ5分とか10分、ライブやはら深くお休みということで、明日は波動は本当にあのその無料のポイントがすっごく重要となっていますので、明日リリースで待ってまーすよー。電波悪環境だから頑張って。どこが、どこが、それ明日も課金して視点映像もらう気だよ、なんちゃってなんちゃって、かっこほんと楽
しおつありがとう。結婚して、うん、近くやはまた子を見守る運動会なんだ。本当そうだよ。でも特典会中なの。特典会中に見るしかないよね。もしおつ明日待ってるよ。待ってるよ。ちっちゃんのおやすみ。あ、確かにミレバンさ、マジ確かに通信ね、わかる。それだ、ツイッター見れない時あるもん。だからさ、あの楽屋入りしてから今日この後リリーベですってツイートしたくてもできない時あるから、一回出ないとさ。シアリンにうんちということで終わります。これ最近 JK にハマってる、流行っているレポート